数学1の因数分解出すきがけ2文字の二次式例題はこの2問ですまず1いわゆる二次参考式といわれる超基本的な二次式です中学校では二乗の項の係数が1でかけて何とか足して何とか といいうタイプの因数分解は習いました高校では2乗の項の係数が1でないものも扱います2次式を2つの式の掛け算に直すので x はこうして2つに分けるしかありませんそしてあとは abcd を決めればいいですねこれは逆に展開した時に ac が6 bd がマイナスに対応するのでまず x2 乗の係数6を ac に相当する掛け算に直します1る6と2る3の2通りがありますが今は説明を複雑にしないためにうまくいく方の2る3にしますそれをこのように縦に並べますこれが a と c に相当しますこの a と c の文字は説明のためのものですから 実際の作業で書く必要はありませんなお3を上にしても構いません定数項のマイナス5はとりあえず1かける5にしてやはり縦に並べますこれが B と D になる予定です左側の2と3を上下逆に書いたときはこの1と5も逆にして上を5にすれば後の説明は同じになります このときかけてマイナスの5なので1と5のどちらかこの丸の中にマイナスを入れなければならないことを覚えておきますそしてこのようにクロスして251031が3と積を書きますで1と5の符号に対応して3と10もこのどちらかの丸にマイナスが入りますそして縦に足して 元の式の x の係数プラス7になるように3と10の符号を決めると3をマイナスにすればよいので左に戻って1がマイナス5はプラスになりますこれで符号も決まりましたから横並びにカッコのセットにして答えです答えを頭の中でちょっと展開してみて元の式に戻れば答えは多分合っているでしょう このクロスしてかける図式が着物のたもとをまくり上げるためのたすきを背中から見た形に似ているのでこの図式をたすきがけと呼んでいます選挙やリレーの時のたすきではダメですもしも文字 y がこのように x と対照的についているなら y も2つの括弧に1つずつ分けてあとは係数だけを見て 先ほどと同じすすけ,けをすればよいのですもちろん係数の1は省略して構いませんところでたすきの漢字はけやきに似ています辺が違うだけですたすきは衣のけやきは木辺ですけやきって書けないなんて嘆くよりもたすきがけの練習をしっかりしましょう続けて のの解説に進みますす文字の二次式です複数の文字があって公式などがパッと当てはめられないときは一つの文字に着目するというのが定石です文字によって字数が違うときは字数の低い文字に着目するのですがこれは x もとも共に二次ですからどちらでもいいのでここは素直に x に着目して x の二次式として整理します x の次数の高い順に見ていきます x の二乗は最初の一つだけです次に x の一乗はこの二箇所にありますからこれを x でくくりますあとは x ののない y だけの二次式です y 二乗の係数がママイイナナススでですすからマイナスでくくっておきます二次式の二乗の係数がマイナスのままというのはいろいろ扱いにくいんですさてこれは x に関してたスきがけをするタイプの二次式ですですから後ろの y の二次式を掛け算に直すことをまず考えますそれでこの部分だけに注目してたスき掛けをします この時点で x の部分はとりあえず忘れてくださいきちんと場面の切り替えに合わせて頭の中も切り替えないと混乱してしまいますさて定数の1と1はかけてプラスですから同符号ということを頭に入れておきますたすきがけして縦に足して y の係数マイナス3になるように符号を考えます同符号ですから 両方ともマイナスでうままくいきますすると左の1と1に戻ってこれも両方ともマイナスでこうなりますそして今度は式全体を x の二次式と見てこれもたすきがけをします x 二乗の係数を1る3とします次に 先ほど因数分解した Y の式の2つの因数をこのように縦に並べて出すき掛けをします。まだ皆さんは上と下の正しい順序が見えないかもしれません。これと逆に書く場合だってあります。もちろん私は見えてますけどね。でここも失敗例は示さずにいきたいと思います。しかし出すき掛けは本当は試行錯誤するもんだ。 と、思ってておいてくださいさて、このたすきがけで、y の式のどちらか一方には、このマイナスがつきます。で、右側を縦に足して、x の係数5、5y マイナス2になるためには、下の y マイナス1に、マイナス、上は、プラスにすればよいことが分かりますから、左に遡って、符号はこうなります。で、 これで、因数分解が出来上がりです。二重の括弧は解消しておきます。符号に十分注意です。特定の文字に着目するとか、式の一部分で出すけがけをする、というような操作は、頭で分かったつもりだけでいても、うまく使えません。ペンを持って、数をこなして、式を見渡す目を培い、コツをつかんでいくしかないのです。 それではこの授業はこれで終わります。